よく死ななかったな。運命の矢は一つさ。こちらの動きは六角に筒抜けか。今到着したばかりで兵は疲労困憊。無論敵もそれは把握してるだろうな。だからこそ今攻める価値がある。お市様をめとり幸せ絶頂の長政様にそんな妙案が思い浮かぶかな。殿は我らが思っているより聡明だ。全軍突撃！おー！行くぞ義継。手柄が逃げる。浅井長政、近江の大名浅井家の治癒に優れた若き当主である。ある時長政は婚姻を結ぶ。相手は尾張の大名織田信長の美しき妹お市。信長は浅井家との契りを利用して美濃を制すと、先の将軍の弟足利義昭を擁して上洛を開始した。長政はその途上で六角軍に襲われ危機に陥っている兄信長を助けるべく昼夜兼行で駆けつける。若さにあふれ夢を追う長政に疲れはなかった。彼は高虎、義継ら若き臣と共に爽やかに戦場を駆ける。新規の将観音寺城の戦い。皆のため戦い続ける。長政様の御ために。
よかった、兄上はご無事だ。注意を問わず駆け出した甲斐があった。織田軍、敵六角軍に包囲された。包囲網を突破し、兄上と合流しよう。六角は我らがまだ動かないと思っているはず。一丸となって進めば任せておけ、容易に突破できる。バカだ、浅井は遠路駆けつけたばかり。こんなに早く軍勢を動かせるわけがない。上洛上の無防備な兄上を狙い、六角は挙兵し、織田の軍勢を分断した。兄上が倒れれば当然上洛はならない。ダンスの闇は一層深くなる。花子様もそんなお兄さんに大切な名誉です。どちらが欠けてもなりませんね。撃ち取った。信長様、約定通り浅井軍のご加勢到着。浅井家臣東道高虎、主命を受け加勢に来た。甲斐信長に群がるハエを叩け。大尉、この戦を盟友たる浅井家に預ける。敵情をことごとくほふり、京への道を開け。かわいそうだが、ただ六角を打ち破るだけでなく、兄上の軍勢も救ってみせませる。覇権を渡してなるものか。解剖候。まずは信長めの面体拝ませてもらおう。京へ登る信長をここで殺せば、姫が、いや戦国の運命が我が輩の手に落ちる。また一つ。せろ、かなり損ないが、敵の力を破壊し損ねるとは。消えてなくなれ。これで終わりとるんだよ信長。貴様の運命、
共に食らってみせよう。長政殿の傭兵、実に見事じゃ。手柄を全部持ってかれてもらう。これ浅井、こっちを信長に差し出すつもりか。開門。
いざ貫けるものはない。真偽の刃貫き通せ。我が槍我が真偽に貫けるものはない。一つ皆の者油断するな。実に結構さっと有力者でもなかったぞ。それで我が輩が信長に勝てば我が輩が完全に覇者になれるわけだ。実に圧倒らしい上手い手ではないかな。俺様が来たからにゃもう心配無用。雇われ助っ人伊賀人石川五右衛門野田本陣へ突撃。京への道は開いた。兄上、今こそ上洛し乱なき世界を。これで兄上は上洛を果たすだろう。確かに兄上には苛烈なところもある。だが生半可な覚悟ではこの戦乱は変えられぬ。それがしは兄上のその覚悟についていきたい。いや、その覚悟を超えた先にある世をつかみたい。一、皆が幸せに暮らせる世がもうすぐ訪れる。長政様、皆もよくやってくれた。これからもそれがしを支えてくれ。長政様はこのまま信長の総督となって生きるのだろうか。仕方ないことだ。時の流れには逆らえない。